今モチベーションが急になくなっちゃったみたいでしょうね、はい、レースがないとか、あの次々秋以降冬も中止、何でもいいんですけど、自分がこれだったらちょっとやろうかな、頑張ろうかなっていうふうに思えるような目標、すごい自分が代表の大森です。スポーツ MC の岡田くんにも来ていただいてます。岡田です、よろしくお願いします。はい、そしてスポーツ精神科医の岡本先生にもお越しいただきました。はい、スポーツ精神科医の岡本です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回はあのモニター越しだったんですけど、はい、今日はこのような形で直接お会いしてお話をさせていただきたいので、ちょっとスペースを空けて、ね、そうですね、はい、ちゃんと距離を取ってますいらしてもらってます、よろしくお願いします。お願いします。早速あの本題に行きたいなと思うんですけど、はい、まあ、岡本先生に来ていただいたからにはメンタル面のお話を、ね、はい、していきたいなと思うんですけど、今日ちょっとどんなテーマでしょうか。はい、そうですね、あの大きなテーマとしてもうこのコロナ禍でもランニングのモチベーションを維持するために、うん、ということでちょっとお話できたらなと思っていて、まあ、その中で今日は特に自分だけの小さな目標を作る、うん、とあとご褒美を作ると、この2点ですね、お話できたらと思います。なるほど。今モチベーション急になくなっちゃったみたいな人もね、そうですよね、はい、レースがないとか、イベントがないとか、なかなか人と簡単に会えないみたいなこともあって、はい、ですよね、何をモチベーションにしたらいいかって見失っている人が多いと思う、うん、そうですね、今もうおっしゃる通り大会がね次々とこう秋以降冬もなんか中止っていう風になったり、ちょっとその先もじゃあ果たして開催できるのかなっていうと、普通は大会に向けてね、この時期はこういう練習しようって練習計画立ててる方って多いと思うんですけど、それがちょっと立てられなかったりとか、はい、あとはまあ何でしょうね、やっぱりなかなかねその練習会もなかったりとかで、そうですね、うん、ちょっとこうじゃあ何を目標にしていったらいいのかなとか、うん、もうこの時期ねこう外出自粛とかでランニング自体ちょっとやっちゃいけないんじゃないかっていう風になったりして、余計こう目標って立てにくいと思うんですね、はい、でまあ目標を立てることって、その目標を持つ明確にすることで脳の中でドーパミンっていう物質が、はい、出ました、ね、今日もドーパミンありがとうございます、反応していただいて、岡本先生からこの言葉ちょっと聞きたいみたいな、ちょっと聞きたいところありますね、はい、そうですね、来たドーパミンっていうのが出て、それがこう意欲気力につながるんですね。なるほど。なのでまあその大会とかまあ練習会とかね、そういう目標っていうのがちょっと今ない分、何か自分の中で新しい目標っていうのを作る必要があるんですけれども、おそらくまああの今練習継続してる方ってそれぞれ目標を立てていらっしゃるとは思うんですね。例えば月間走行距離じゃあ300キロ行こうとか、まあ、うん、思ったより高いですね、まあ、聞いてる方はええー、みたいな、例えば300の人もいるし100の方もいらっしゃいますからね。例えばこうあとね、私がこの間 SNS で見かけたのも毎日5キロランニングって言って、もう毎日必ず5キロランニングをするっていう、もう継続するとか、家の中でこう室内トレーニング筋トレ補強運動を必ず毎日やってとか、そういう目標を立てていらしたり、あと週1回ねあの1キロのタイムトライアルをやるとかですね、いろいろ立てていらっしゃる方いて、あすごいなって思ったんですけれども、それはあの別に何でもいいんですけど、自分がこれだったらちょっとやろうかな、頑張ろうかなっていうふうに思えるような目標、すごい自分がやってる姿をイメージできるような、ちょっと想像して、おちょっとワクワクするような、ね、目標、なるほど、っていうもうそういうのを立てていただくと、すごいこうドーパミンが出てきますので、もうそれがモチベーション維持につながっていきますね。これ逆にその高すぎる目標だったりすると、うん、ドーパミンって出にくいんですか。そうです、まあ、あの最初は出るんですけれども、やっぱりだんだんその高すぎるとギャップを、ね、はい、自分で感じてきてストレスをすごい感じて、ストレスを感じると当然モチベーションって下がるじゃないですか。だから高すぎるっていうのもいいんですけど、ただちょっとやっぱりそれを継続するっていうのは難しいなと。例えばこうじゃあ高い目標を設定しながら、そこに向けたこう小さい目標でステップをこう刻んでいくとか、そうですね、クリアしてきていくことも結構大切なんですかね。そうですね、大きな目標として持ちつつ、その間にっていうふうに刻んでいくっていうのは、まあ
そうすると自分が達成したっていうそういうこうね感覚も持てるのでドーパミンをしっかり維持していけるかなと、うん、ただまあ一点ちょっとね気をつけていただきたいのが例えばその毎日5キロランニングしましょうとか月間300キロじゃあやるぞとか最初はすごいいいと思うんですけど、はい、人によっては体調が悪かったりとかね、うん、あとはこうやっぱり続けてるとだんだんこうちょっとあきついな辛いなっていう風になってしまうことってあると思うんですね、はい、でそうなった時ふと、ね、冷静になってあれこれ何のためにやってんだっけっていう風にしてもモチベーションを逆に失ってしまうこともあるのでありますね、はい、あれこれ何でやってんだっけよくあります、ね、何のために俺は多分陥ってる方結構いらっしゃる。そうですね、うん、だから目標を立てるっていうことは大事なんですけどそれと一緒にやはり作るっていうことですね。それも一緒にやっていただきたいんですね。例えばですけれども、はい、月間300キロじゃあ走りますって決めたら300キロ走った最終日に、うん、じゃあ酒を飲みますとか。なるほど。こちなみに先生の目標じゃないですか。いやいやいや。ぽいっすね。すごいリアルな。すいません。ちょっと私も考えてますけれど。まあ、もちろんこれね、私がそれをちょっとこう楽しみに思えるから、うん、あと、まあ、例えばその1キロのタイムトライアルじゃあ週1回やりますって言ったら、はい、じゃあ4分ぐらいで走る人だったら3分台を出したらその日はもうアイスを食べていいとか、はい、このこれからの時期ってアイスやっぱり美味しいじゃないですか、はい、しかもそれもじゃあ例えばそのビールとかね、まあ、ワインを飲むとかお酒に関してはどういうお酒を飲むかなとかそれも具体的にイメージして今月これを達成したら、まあ、このビール飲んでじゃあ次にちょっとこうワインも飲んで、はい、ちょっといい感じに酔っ払おうですね。あ、なるほどね。具体的にね。アイスはじゃあこういうアイス、次はこのアイス食べようとか、ハーゲンダッツのクリスピークリームみたいなやつとか、そうですね、はいはい、ちょっといいのを食べてとかそういうふうにそれってすごいこう考えるだけでなんかちょっと具体的なやつ楽しくなりませんか？なります、なります。確かに今月頑張って月間200キロ達成をして、うんうん、でね、こう月末にタイムトライアルやってとか目標クリアしたらこの日ヘベレケに酔っ払っちゃうわみたいなやっちゃうぞやっちゃうぞみたいなそういうふうにこう自分にご褒美を作ってあげることでそれもまたこう次への意欲活力につながるのでそれもセットでやっていただきたいなというふうに思います。すごいいいですね。勉強になります。目標を立ててご褒美を用意するという、はい、この2つが重要です、ね、なんかこれすごく多分なんとなくやってる方っていると思うんです、うん、僕もなんとなく月間走行距離ってやっぱり意識しますし、うん、はい、今日終わったらこれビール飲もうかなとか意識はするんですけど、うん、そこまで具体的じゃなかったんですよ。そうですね、うん、だから明確にこの日までにこれクリアするとか、うん、あのタイムトライアルで何分切るとか、はい、ですご褒美はハーゲンダッツのバニラこれを絶対食べるんだとか、うん、具体的にもっとしようってでなんか、ね、アウトプットした方がいいかなって思います、うん、忘れちゃう。そうですね、そうですね、うん、そうですね、書くとか発言するとかね、うんうん、どうですか、何かこうご自身の中でご褒美あるいはこれからじゃあこういうのちょっといいなとかって僕ちょっと今思ったんですけど、はい、確かにビールとかアイスとか、うん、僕も大好きなので、うん、食べ物よくやってるんです、はい、目標設定、はい、ご褒美で、はいはいうん、1個シューズを買うとか、あ、なんかちょっとこう買い物を結びつけようかなって今思いました。はいはい、なのでどうだろう、フルマラソンを僕大会がなくなっちゃったんですけど、うん、でも今年サブスリーしたいみたいな目標があったんですよ、うんうん、はい、それがなくなったけどトレーニングちょっとそこに向けてしていこうと思って、うん、どっかちょっとステップのキロ4分15秒でハーフマラソン走れたらこのシューズ買うとか、はいはいはい、設定してもいいかなって今思いました。そうですね、そうですね、なるほどね。大森さんどうですか？僕ね、まあ、なんかタイムの目標っていうよりは今まあ継続したいなと思ってるんで、うん、朝ランとか継続したいなと思って、朝で、ね、朝ランできたら何とかしていいよっていう風にしたいなって今思いましたと、うん、最近鬼滅の刃、はい、ってどうやら流行ってるらしいじゃないですか。いや、めっちゃ流行ってますよね。面白いですね。僕全然見たことなくて、まあでも流行りも知っといた方がいいなと思ったんで、うん、Netflix でちょっと1話、はい、2話みたいなところで見たんですよ、はい、結構先気になってて、うん、Netflix なんでずっと見れちゃうじゃないですか。見れちゃう。でもこれずっと見ちゃうと時間使っちゃうし、うん、もっとやることあるし止まんないんで、うん、走ったら1話見ていいとか、おー、なるほどね、いう風にすると20分ぐらいかな、うん、Netflix と確かに確かに、はい、そういうご褒美もいいかなと、おー、それいいですね、思いました。いいですね、やっぱりご自身がそうやってね、うん、こう具体的にちょっといいなって思える目標ってもうお二人とも素晴らしいです、は
ありがとうございます。いいですね、これなんか今日からできそうですね。ね、しかもちょっと今話をしてるだけでもテンション上がりましたね。白く燃えました、鬼滅みたい、うん、今更朝ラやりたいじゃなくて鬼滅はい、ということで今回コロナ禍でねランニング、まあ、モチベーションを保つにはという話の中で目標の立て方、目標を立てるということとホビーを有するというテーマについてお話をいただきました。岡本先生ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、この動画が面白いと思っていただけた方はぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。もしお悩みとかあればぜひコメントいただければ岡本先生もしかしたら答えてくれるかもしれないです。ということでよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。